連邦官報の表紙連邦官報は、アメリカ合衆国連邦政府の官報、政府機関の国示等が掲載される。休日を除いて毎日刊行されている。連邦官報事務局が編纂、合衆国政府出版局が印刷を行っている。アメリカ合衆国政府が制作した著作物であるため、アメリカ合衆国内においては著作権による保護の対象とはならない。 サイテーションは、ボリューム FR、ページ番号のようになる。例、65FR741 で、連邦官報第65号741ページ、2000年10月1日付より、の意味。出版物としての連邦官報システムは1935年の連邦官報法によって開始され、1945年の行政手続き法によって、拡大、修正がなされた。 連邦官報はアメリカ合衆国政府機関の次のようなものの主要な情報ソースとなっている。根本的に連邦官報は連邦政府の考えを大てに向けて投げかける手段の一つであり、米国政府が承認した法令の記録でもある。連邦官報に国示と意見公募の手順が掲載されることにより、一般の人々は政府の規則制定に参加できる機会を得る。 合衆国政府マニュアルとして刊行され、後にスリップローを集めた、制定順法令集、スタッチとアットラージがグッポから刊行される。連邦官報は次の4つのカテゴリーで構成されている。連邦官報第44号33238ページを参照するには、サイテーションは 44FR33238 となる。工事。 いわゆる規則制定案告示は通常規則案に対する意見公募で規則案について話し合う公聴会のお知らせである。集められた意見は担当政府機関によって検討され最終規則のテキストが連邦官報で公表される。政府機関によって交付され連邦官報で公表された最終規則は最終的に主題ごとに再編成されてから連邦規則集において 再公表される。これら1年に1回更新される。合衆国連邦機関によって作成される文書のすべて連邦官報内で公表されるわけではない。連邦政府は機密文書として公表しない権限を持っている。連邦規則集で規制を講示する必要がある。政府機関は連邦官報内で公表する必要がある。毎日の連邦官報内の規則案や規則制定は CFR のセクションのリスト作業を行う各機関に影響を及ぼすとされる。影響を受ける CFR セクションのリストは月並みで公表され、連邦官報内で公表される新しい規則によって変更される CFR セクションの更新に使われる。連邦官報の最新の出版物や過去の出版物は合衆国政府印刷局に問い合わせると購入できる。 米国内における1年間の購読費用は929米国ドルとなっている。各号はページにも夜が11ドル33ドルになっている。アメリカ放送協会認定法律学校関連の法律図書館では事実上セット単位で保有されている。連邦官報のページ数は非常に膨大で2008年度分では8700ページある。法律的側面や 資料的側面から、米国政府機関の日常業務の記録として、非常に重要な資料とされているものの、量が膨大、内容が無味乾燥なスタイルで記述されているため、定期的に熟読している人は弁護士や法律専門家しかいない。連邦官報のサイズはしばしば連邦政府の規制の数の増加の証拠であるとして、引き合いに出されることがある。 米国内の連邦政府観光物帰宅図書館が連邦官報テキストのコピーを紙、またはマイクロフィッシュフォーマットで受領している。米国外でも主要な図書館では所蔵されていることが多く、日本国内でも国立国会図書館や大学の図書館で所蔵されている。1994年以降の連邦官報はオンラインで利用できる。法令2 関心のある人や団体が意見を寄せることができるように連邦官報で提案されている法令案には担当政府機関の問い合わせ窓口の情報を載せなければならないことになっている。当該機関は最終規則として公示するときにはこれらの懸念事項に対してデューデリジェンスを行わなくてはならない。連邦官報は連邦政府の電子政府。 電子規則制定活動の一環として、誰でも簡単に連邦官報を利用できるよう2003年にウェブサイト regulations.gov が作成され、さらに2005年連邦文書管理システムが立ち上げにより拡張がなされた。regulations.gov では一般の人が全ての規則制定文書にアクセスできるようになっており、各省庁の規則制定下案の責任者に オンラインで意見を寄せたりすることができる。現在では合衆国政府印刷局が運営する、ウェブサイトグッポアクセスのホームページや、アメリカ国立公文書記録管理局のホームページ等からアクセスできる。電子版連邦規則集もまたウェブサイトグッポアクセスの ECFR サイトである ECFR.GPOACCESS.GOV から利用できるようになっている。 本ウェブサイトでは ECFR に関する説明やその法的なステータスが記述されている。ecfr.gponccess.gov によるとこの ECFR は CFR の公式な合法版というわけではなく CFR 資料と連邦官報修正の非公式編集版とされている。現在ではコピーを購入したり定期購読での利用のほか 商用データベースから連邦官報を利用することができる。ノーベル賞受賞の新自由主義経済学者のミルトン・フリードマンは毎年どれだけ個人の自由が制限されているかということを確かめるため連邦官報の調査を行った。ミルトンによると1970年以降、連邦官報は着実にページが増加していたが、レーガン政権において急激に減少したという。 そして、レーガンがホワイトハウスを去って、以降また毎年の増加するようになった。アマチュア無線愛好家と一般人によって、連邦通信委員会の規定変更が有効になる時期に関する調査が、連邦官報を使って行われた。連邦通信委員会の発表による規定変更は、通常連邦官報で交付され、有効になるのはおよそ1ヶ月後だと判明した。ありがとうございます。